スペイン銀行は、スペインの国立中央銀行。1782年に、カルロス3世が、マドリードで設立したスペイン銀行は、現在は、欧州中央銀行制度に組み込まれている。その知事は2018年6月以来、パブロエルナンデス・デコス・スペイン銀行はもともと、サンカルロス国立銀行として設立され、その初代討取りには、 バイオンヌ生まれのバスク系フランス人銀行家、フランソワカバリュスが務めていた。1793年から1814年の度重なる戦乱を受けて、サンカルロス国立銀行は3億レアル以上の負担を受け負うことになり、これは銀行の経営を苦しめるものとなった。財務大臣、ルイス・ロペス・バジェステーロスは1829年に、 マドリード市内で紙幣を発行するのに備えて4000万、レアルの資金を投じた。この投資にあたって、サンカルロス国立銀行は、サンフェルナンドスペイン銀行に解消した。1844年、競合相手となる、イサベル二世銀行とバルセロナ銀行が設立され、また1849年には、カディス銀行が設立される。 1847年、マドリード市内の不動産市場が衰退し、この市場に資金を過剰に投じていた、イサベル二世銀行は、サンフェルナンド銀行と合併する。業名は、当社となった。1850年代、ラモン・サンティリアンの指導の下で、サンフェルナンド銀行は、アリカンテやバレンシアにまで業務を拡大し、業名も現在のスペイン銀行とした。 国内や植民地での戦争で銀行からの財政支援を必要としたスペイン政府は1874年、スペイン銀行に対して紙幣発行の独占権を与えた。スペイン内戦後の1946年、フランコ独裁政権はスペイン銀行を厳格な管理のもとに置き、1962年には正式に国有化した。 1970年代後半の民主制への復帰を受けて、スペイン銀行は今日に至る一連の変革、近代化を開始した。1994年にスペインが欧州連合の経済通貨統合に加わり、スペイン銀行は欧州中央銀行制度を構成する中央銀行となっている。スペイン銀行の運営機関は以下の4つに分かれている。 スペイン銀行総裁は首相が指名し国王がこれを任命する。総裁はスペイン国民でなければならず、また金融政策に通じていることが求められる。新総裁が指名された時、経済財務省はスペイン会員の手続きにより議会の委員会に通知することになっている。総裁の指名には以下のようなものがある。副総裁は 総裁の推薦に基づいて政府が指名する人物で、スペイン銀行の運営に携わる資質を有することが求められる。また副総裁は総裁の空席、不在、罹官の際には、総裁の職務や権限を代行する。また、校内での事案や総裁から委ねられた分野について責任を負う。3時間は6人で、人選にあたっては総裁の関与の上で、 経済財務省が推薦し政府が指名する。参事官はスペイン国民で経済や法律に精通していることを要する。政策委員会は議長を務める総裁、副総裁、二人の参事官で構成される。この他局長は政策委員会に出席はできるが発言権や議決権は与えられていない。審議官は政策委員会の補佐に当たるが 同じく発言権や議決権が与えられていない。政策委員会に加わる二人の参事官は総裁の推薦を受け、六人の参事官の中から、理事会が指名する。理事会は、総裁、副総裁、六人の参事官、経済財務省会計金融政策局長、証券市場委員会副委員長で構成される。理事会の会議には、議決権は与えられていないものの、 スペイン銀行の各局長と内規によって選出された職員の代表1名が出席し発言することが認められている。理事会でそれぞれの職域に関連する案件を扱う際には経済財務省または経済担当審議官が出席することがあるがこの時それぞれに発言権はあるものの議決権は与えられていない。ただ両名は 理事会に熟慮を求める同義を提出することができる。審議官は政策委員会を補佐し、議決権は与えられていないが発言することは認められている。ユーロ圏全体における物価の安定維持という基本目的にかなう金融政策の決定と、実施ローマ条約第109条の規定に従って、 為替相場への介入の適切な実施、通貨準備の管理、運用ユーロ圏における決済システムの健全な、運営の促進法定紙幣の、発行欧州中央銀行に移管されていない、通貨、貴金属準備の管理、運用金融システム及び、欧州中央銀行の機能を阻害しない限りでの、国内決済システムの健全な運営と安定の促進。 法令の定めに従って規定されている権限に基づき、金融機関やその他の主体、金融市場の支払い能力並びに、それらに関連する法令の遵守についての、監督効果の発行調整と、国に代わって、それに関連する機能の実施中央銀行の機能に、関連する統計の提出、公表、及び、欧州中央銀行の活動支援を目的とした、 必要な統計情報の編集国際の管理、受付代行適切な報告書の提出と研究の実施による政府への助言。ありがとうございます。